本日見ていきますのは、ウォブキーから発売されているレイニー 75% HE キーボード。なんかレイニーってブランド名いいよね。ロゴも好きなんですよね。ハイエンドって言葉がしっくりくる重厚感、打鍵感、性能を持っている極めて優秀なキーボードなんですよ。このキーボードね、スイッチが選べるんですけど、めちゃくちゃ迷う2択。打鍵音のジェイドプロか、パフォーマンスの TTCKOM か。ね、迷うでしょ？自分は結局打鍵を選んで、ジェイドプロを送ってもらいました。でも TTCKOM 使ったことなかったんで、そっちでもよかったかな。他の付属品はグラフェンケーブル。珍しいね。それと TTCKOM スイッチが2つ。これお試し用かな。あとはキープラー。替えのキーキャップとか、ジェイドプロの予備はなしでした。これ、とりあえずガチで重いです。実測で測ってみたら 2kg くらいありました。重っ。まあ、持ち運ぶ用でもないしね。ちょっとやそっとじゃブレない良さがあります。デザインは好き嫌い分かれるんじゃないかな。まあ主にキーキャップの話なんだけど、私はこのキーキャップデザインあんまり好きじゃないですね。ガチャガチャしてて見にくいっていうか。ただそれ以外のキーボード本体はなかなか洗練された作りだと思ってます。まず CNC 削り出しのアルミケース。角は丸められています。シンプルで武骨な見た目ではありますけど、重厚感があっていいかなって。この雲と雨のマークなんか好きなんですよね。ドストライクです。で、そこを見ると、なんかよくわからないんだけど、なんて例えればいいんだろうこれ。アルミホイルを超くしゃくしゃにして戻したみたいな。めちゃくちゃ細かくひび割れしたガラスみたいな。一応表記ではステンレスって書いてあったんですけど、絶妙な光の反射をしてて、触り心地は少しザラザラしています。裏面にも私が好きな雲と雨のマークが佇みます。使ってる時一切見えなくねっていう話もあるんですけど、まあ、隠れたオシャレポイント的なね、いいじゃないですか。ゴム足は細めのやつが4点。角度は固定となります。端子がど真ん中なんですよね。私はよくコイルケーブル使うので左端が嬉しいんですけど、ちょっと残念ポイント。プレートはあまり見かけないカーボンタイプ。硬さ的にはアルミとプラの中間って感じなのかな。下からネジ外して分解してみます。なんかね、面白い手順でした。ボトムのフォームはポロンみたい。中間層フォームもこんな感じ。ポロンだってね。で、このキーボードガスケットマウントらしいんですけど、これのことみたいですね。これポロンとかじゃなくてシリコンゴムなので、かなり固めみたい。押し込んでもやっぱりあんまり沈み込む気しないですね。キーキャップはなんて言っていいかな。溢れ出るこのやりすぎ感、ゴテゴテしすぎっていうか、もうちょっと落ち着いてくれた方が好きだったな。キーの表は PBT ダブルショットですね。汚れは目立たず、スルスルと滑らかな触り心地。プロファイルは一般的な OEM よりもちょっと薄めなチェリータイプ。あとスペースバーとか矢印キーとか、一部ポリカーボネートっぽい透明なやつが紛れ込んでるんですよ。これもね、まあ好き嫌いあるかなって感じ。冒頭でも言ったんですけど、替えのキーキャップついてないんで、これでやっていくしかありません。キースイッチはジェイドプロ。とりあえず打鍵音、打鍵感めちゃくちゃいいんで聞いてみてください。やっぱりたまりませんね、この音。スプリングが長くなったり、ボトムハウジングの突起ができて、ブレが軽減されたりとかがアップグレードっぽいです。ステムのブレも少ないし、ハウジングのブレも皆無です。打鍵音かパフォーマンスかっていう2択って言いましたけど、じゃあジェイドプロはパフォーマンス良くないのかっていうと、全くそんなことありません。ラピッドトリガーは 0.015mm から設定できますので、究極のパフォーマンスなら TTCKOM と言えますが、ジェイドプロでも非常に優秀な性能を持っていると言えます。スイッチを分解してみました。やっぱり結構厚めにルブされてますね。少し底打ちで粘り気を感じるキーがいくつかあったんですよね。なのでもし気になったら分解して少し潤滑剤を拭いてあげると良くなると思います。性能を見ていきますと、まずアクチュエーションポイントは 0.1 から 4.0mm まで。これね、 0.01mm 単位で設定できます。ラピトリをガチで設定しようとするとモードを切り替えなきゃいけません。このラピトリモードで設定できるアクチュエーションポイントは1から 0.015mm で、なんと 0.005mm 単位での設定となります。ただし 0.015 にするとちょっと誤爆があるのでおすすめしません。このリリースっていうのはいわゆるラピッドトリガーなんですけど、これも 0.015mm まで設定可能です。さらにデッドゾーンもスタートとエンドで設定可能。0から 0.005mm 単位で 1mm までです。私はゲームの時はアクティブスレッシュホールドが 0.1mm、 ラピトリ 0.015mm、 デッドゾーンは両方 0mm で設定しています。かなりキビキビと反応よく、底打ちで入力が切れるような心配もありません。もし入力が切れちゃうようでしたら、キャリブレーションが必要かもしれません。
実際にマイクロメーターで10回測ってみた結果がこんな感じ。平均値 0.0183mm とかなり高性能です。極まってますね。ソフトウェアは Web ベースタイプです。で、1個おすすめしたいキーマッピングがあるんですけど、プロファイルをわかりやすく、かつね、簡単にすぐ切り替えられるように、FN レイヤーのエンドにコンフィグ1、ページアップにコンフィグ2、そしてページダウンにコンフィグ3を割り当てます。これでね、ゲーム用と普段用でプロファイルを簡単に切り替えられるようになります。位置的にも忘れにくいし、便利なんで試してみてください。で、値段は Jade Pro をつけたのが 33,500円で、TTCKOM をつけたのが 35,000円です。デザイン、性能の両方をとってもハイエンドクラスといえる一品で、クオリティめちゃくちゃ高いです。キーキャップだけ気に入らないので別のに変更推奨ですけど、もうそれ以外はね、全く文句ありません。本当にいいキーボードです。レイニー 75HE はキブより発売中ですので、概要欄からチェックしてみてください。ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録といいね、よろしくお願いします。ゲームギークでした。